はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報をお届けしていきたいなと思います。本日の内容はこちら、スパイダーマン2のゲームプレイ映像が公開、海外ファンの反応も紹介するということでね。いやー、もう先週のショーケースでね、たくさんの情報が出てきて、今回はね、スパイダーマン2について紹介したいなと思います。で、このスパイダーマン2知らない人いないんじゃないかってぐらい有名なゲームなんだけど、今回新たにね、ゲームプレイが紹介されたということで、6日で1000万再生を突破しているということでね、超話題作ということなんですね。で、オリジナルの予告編の方はなんと2400万再生を突破しているということでね、凄まじい人気を誇っているという感じです。で、まあ、アクションアドベンチャーゲームなんだけれども、何が特徴かというと、今回特にヴェノムなんですね。ヴェノムが出てくるっていうのは分かってたんだけど、ヴェノムスーツでスパイダーマンが出てくるとはみんな思ってなくて、すごい反響を呼んだという感じです。今回新たにね、新要素も多数公開されていて、キャラクタースイッチも出てきたんですね。マイルズに途中で変わって、みたいな感じで、いろいろ入れ替えてね、プレイできるということがまたすごい話題を呼んでいたという感じです。他にもスパイダーマンがフライングスーツみたいになって、その、ムササビみたいのになって、バーンって飛んでくっていうのがね、あったり、あとその飛んでくシーンで、その街がバーってすごい勢いで流れるんだけど、その読み込みのスピードが凄まじく速いということで、その辺もね、話題を呼んでいるという感じです。他にもたくさん新要素出てきているんだけど、その辺のことに関しては改めてね、まとめていきたいなと思っております。で、今回発売時期が確定したって感じで発表されて、これはもう前から出てたんだけど、2023年の秋と言われていたんですね。で、発売日は今回出なかったので、まあどうなってるのかなって感じなんだけど、ただ2023年秋ともう一回発表されていたので、まあ発売時期は変わらないけど、発売日はまだ決まってないか出さないのかっていうことみたいですね。なので、まあ今年中、今年の秋にね、しかも出るというのは変わらないみたいです。なので今回はこのスパイダーマン2の新しく出たゲームプレイ映像を皆さんと一緒に見ながらね、解説したり、あとは海外ファンの反応がね、また面白いのがたくさん出ていたので、その辺のこととかをね、紹介していきたいなと思います。ただ10分もね、ゲームプレイ映像あるので、全部見ていくと時間がなくなってしまうので、まあピックアップしてハイライトした感じでね、紹介していきたいなと思います。まあスパイダーマンね、注目作品なので、海外のファンの人たちはね、相変わらず面白い反応してくれているという感じです。で、こんな感じでね、うちのチャンネルでは海外のゲーム情報とか、新作のゲーム情報とかね、詳しく突っ込んで紹介したりしておりますので、もしちょっとでもね、参考になったという方いたら、高評価とかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、このスパイダーマン2はどんなゲームかっていうと、まあ、三人称視点のアクションアドベンチャーなゲームで、まあ、スパイダーマンを題材にしているという感じで、これまで出ていたスパイダーマン1とか、スピンオフで出たマイルズとかの続編ということになっております。で、2は今のところ PS5 独占タイトルということになっております。で、ゲームの仕様に関してはね、また改めて別の動画でね、紹介していきたいなと思います。で、今回はね、ゲームプレイ映像の方皆さんと一緒にチェックしていきましょう。で、まあ、こんな感じで、これはムービーとかじゃなくて、ゲームプレイ映像ということらしいんですね。まあまあ、今は CG のムービーシーンだと思うんだけど、ってことだね。まあでも、カットシーンがゴッドオブラグナロクみたいに、まあゴッドボーみたいにね、カットシーンがこう、ローディングで挟まれてないみたいな感じになっているので、まあ、このままゲームプレイ映像に入っていくということなんだよね。この辺がすごいなって思うんだけど、ここでじゃあここでヴェノムスーツがね、初めて出てきたということで、スパイダーマンはまずヴェノムとね、強制関係になっていたというところから入るみたいだね。ピーター・パーカーの方が来ているみたいだね。映画と一緒ってことかもね。でも戦闘がね、やばいだろうっていうことで、まあ、グラフィックがあと綺麗だよねって感じで、アクションがすごい滑らか、さすがスパイダーマンというところです。で、まあヴェノムと強制関係になっちゃってるから、ちょっとバイオレンスな感じなんだよね。スパイダーマン正義の味方ってよりは、なんかちょっとヴィランみたいな感じになっちゃってるんだけど、これね、これすごいよね蹴りのアクションがまたすごい。で、バブーンドーンってことなんだけど、いや、このヴェノムスーツがね、出てくるとはみんな思ってなかったし、私もよく分かってなかった。ヴェノム敵なんだとしか思ってなかったからね、今回のこの映像はすごいね、大興奮だったということですよね。で、ここでね、スイッチトゥマイルズって出るんだよね。え、どういうことってみんな思ったんだけど、あ、マイルズにスイッチできるのみたいなことでね、これもすごい話題を呼んでいたという感じです。で、マイルズの方はマイルズの方でこれかっこいいんだよね。スリングショットで飛んで、いや、ふーいって感じだよね。
ちなみにスパイダーマンの方はこれ、これね、ウィングスーツみたいになるんだよね。これかっこいいよね。で、なんかボーナスステージみたいのがあってみたいなことだよね。加速ってことでドンという感じですよね。これとは別にムービーでその敵側が出てくるムービー予告編みたいのがあって、それと合わせて考えるとベノムスーツというかベノムはヴィラン、そのムービーの方で出てきた敵側にね、いずれ渡るのかなって印象だけどね。その敵たちがニューヨークにハンティングとして来たということみたいなんだよね。でニューヨークの今回の場合はドクターコナーのそのリザードを探してるっていうことみたいだから、リザードをハンティングしてるみたいだね。でこうステルスミッションで行くんだけど、まあこの辺はね、そのステルスアクションみたいな感じになってて面白いよね。バント、まあボタン操作でステルス攻撃ができるという感じです。これ面白いね。バーンっていってマイルズの方のね、稲妻での攻撃がまたかっこいいよね。素晴らしいアニメーション。このねカメラワークっていうのもすごいよね。かっこいい。ババーン。いやマイルズ強いわ。この後ちょっとね、その退屈なシーンが続くのでアクションのシーンまで飛ばしちゃいますけれども、こんな感じでそのリザードのコナー博士が逃げてくんだけど、それを敵が追っかけてって、それを止めに向かうということみたいだね。でこのチェイスだよね。チェイスシーンになるんだけど、このスピード感とね、あと読み込みがね、ほんと格つかないよねって感じで、すごいなって思うんだけど、まあ、これは PS5 の超高速 SSD の恩恵だということらしいんですけどもね。すごいマイルズかっこいい。今回はマイルズが最初ちょっと正義の味方ガンガンでいくということだよね。ドーンって、いやアクションかっこいいね、スパイダーマン。こいつですね、こいつが多分ベノムスーツを最終的に手に入れるのかなって感じなんだよね。その最初のオリジナルの予告編の時、ベノムが喋る時にこいつの声の人がちょっと喋ってたような気がしたので、違うかもしれないんだけど、まあ、多分そんな感じだよね。で船がやられてマイルズが助けるから、ベノムスパイダーマンピーター・パーカーがね向かうということですよ。いややばい。ベノムスパイディに勝てるわけがないって感じだね。やばい、いいね。なんかちょっとアンチャーテッド思い出すけど。あ、これねちゃんとピーター・パーカーの方も飛べるんだね。バーってここで加速するってことだよね。ボーナスの加速できる場所があるってことなんだろうね。面白いよねこれ。あー、ベノムは火に弱いからやばい。ネットで捕まっちゃう。スパイダーマンがネットで捕まるわけにはいかない。バーン、いいね。こっからまたね、またあれね、コーナー博士のリザードが来ちゃうんだけどってことだよね。リザードっていうかもうアリゲーターだよね。うわー、光学迷彩が水の中でも使えるのがすごい。やばい。これなんでスパイダーマンの方が狙われてるのかよくわかんないけど、あ、で元気がねこれで援護に来てくれたということだね。仲間ですね。これはこのドローン自体は敵でいっぱい出てくるみたいなんだけど、やばい。敵が吹き飛ばされている。これは面白そうだね。あ、で今回はベノムスーツに限るのか分かんないけど、パリーができるらしいんですよね。敵の攻撃を弾いちゃうということができるらしいので、まあ、それがどういうボタン操作になるかよく分かんないんだけどってことだよね。アクションの時にタイミングよくなんか押すとパリーできるとか、そういうことかもね。マイルズの方もなんかバーンって弾いてるようにも見えるから、どうなんだろうね。おお、もう映画見てるみたいな。ドキドキって感じだけど、やばいやばい。見入っちゃうよね。さっきも言ったかもしれないけど、オリジナルの予告編はね、もちろん概要欄にリンク全部出しておくので、もしくはこの後出す海外のファンの反応の動画とかもね、はい、概要欄にリンク出しておくので、そちらの方もねぜひチェックしてみてください。どうか。
いや、面白そうだよね、これ。すごいよね。すごいと思う。気合入ってる。ゴッド・オブ・ラグナロクのね、スタジオも新しいゲームを開発中ってことだから、ゴッド・オブじゃない新しいゲーム開発中ってことだからね、すごい楽しみだよね。He got away from us. It's good, Pete. I saved the tracker. トラッカーはちゃんと回収したよって。Let's go, man, before he gets too far. No. ダメだ。あいつは俺がやる。You sure? って感じだよね。It's got big teeth. 正義の味方っぽくない。So do I. 俺もだぜ。まあ、ベノムにね。He's not normally like that. 彼ってあんな感じ。No. じゃなかったよね、みたいな。He's never like that. 彼は決してあんな感じじゃなかったって話だよね。いやー、すごいですね。これはすごいと思う。うん。ワンが出た時がね、すごい反響を呼んだからね、なんかもう神ゲーって言われてましたからね、普通に。で、マイルズもすごくいい評価だったんだけど、マイルズの方はそこまでじゃなかったですけどもね、まあスピンオフだったって感じなんだけど、2はね、ヴェノムスーツが出てきたということで、もう海外ファンの人たちはね、凄まじい反応を示しておりますね。ということでね、海外ファンの反応を紹介していきたいなと思います。で、こちらはサイバーナードゲーミングさんということで、このブラザーがすごいかなって感じだけど、いや、やっぱヴェノムスーツね、かっこいいよね。来たよ来たよって感じ。なんだこいつはね、顔がね、顔がすごいから。顔芸ですからね、みんな。これね、パリーしてるかなって感じだったけどね、あの赤いのが出た時に弾けるのかなと。ダダ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 手が止まっちゃってるから。だってここでスイッチ2マイルがね、これできるんだみたいな、なんかみたいな感じだよね。やったぜって感じだね。スリングショット。いや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 って感じだね。これね、ラインニスーツ、ウェブスーツがすごいぞということだよね。ワオーって感じ。こちらがウィノジョン・ケミさんということで、あー、海外の方がやっぱ人気ありますからね。みんなもう大好きだよね。オーマイガー、The freaking symbiote suit looks incredible! バイオスーツ、強制スーツだよね。だヴェノムがね、結構人気あるんですよね、やっぱり。シッ、ドゥー、私もヴェノム好きですね。1が特に好きで、もう2はあんまり好きどうかな、映画の話なんだけど。オー、ジーザス、ヴェノムはすごかった。オーマイガー、ドゥー、アロブイッ、ブラックスーツ、スパイディ、ダンプレイアラウンド、スーツがね、ディアン、ブロードゥー、This is what I've waited for, man. Yes, Citadel Lizard. Yeah, they're after Connors. Yep. Dude, look at it! Dude! I'm not gonna make it in time. Holy shit. Wait, switch to Miles? できると。って感じ。まあ、自由にできるかどうかわかんないけどね。ステージによっては好きに切り替えるとかできるかもね。Oh, hell yeah, dude! That's what I'm talking about! この読み込みがね、すごく滑らかで速いっていうのがね、That's what I'm talking about! びっくりしてますね。Ooh, look at that wind currents! Love it! Okay, cool. Alright, good. こちらのゴーザムービーゴードさんですね。みんなこの前にムービー予告編があって、それで終わりかなと思ったんでね、ゲームプレイ像も何もないの、発売日やみたいな感じで、ちょっと何もないの、何もないのって心配してたんですよね。で、ゲームプレイ像がポンってきたから、あ、よかったみたいな感じでしたよね。これなんだ？ビーストってなんだ？みたいな。おお、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 おお
やったぜって感じ。I was not. I thought it would just be. Yes. Oh my God. 反応嬉しそうな反応って感じ。Oh my God. みんなベノムが敵で出てくるだけだと思ってたらしい。Dude, he better do the dance. このビリビリビリ。What the hell? どこにあん。The fuck out of here, Zoid. Zoid か。Zoid か今度は。Zoid も出てきたのかって感じだね。この人面白いよね。Yo, angry shit.怒ってる怒ってる。Wait, can he block? Can he attack people that are doing the red? ブロックしたよねって話。Attacks you can't avoid. 何でもできるのベノムスーツはって感じだね。That'd be a sick if you have the black suit and you can avoid everything. ブロックスーツなら何でも避けられるねって言ってるよね。That's so good. That's so good. いや楽しそう。I wasn't even thinking about. I thought it was just gonna be Venom and that's it. I wasn't thinking we get black suit. I really was not thinking that. Venom のブラックスーツがね出てくると思わなかったって話だよね。Dude, it looks great too. It's like it's got like ridges here and there and stuff. The hunters track Connors to the Harlem Fish Market. I don't want to play Miles right now. What the fuck? I want to play. I mean, Miles is a lot of fun. Miles is good. Whoa, that slingshot! Holy shit, dude! Everything's loaded. Loading がね。Look at this. Oh my god, dude! Ah, he's got the. Nice. Can I get a gameplay? Okay, we're not done. Afro Senju XL さんでどうも一人じゃなくて何人かで一緒に見てるみたいで。But who you telling, bro? カオスですね。まあちょっと長くなっちゃうのでね、今回はこの人までで終わりにしたいなと思います。他にもね面白いのあったらまた改めて紹介したいなと思います。でこの人たちもねすごい面白いめちゃめちゃ面白いので。Oh!Yo, he got shoulder pads. もう周りの仲間たちがもうめちゃくちゃ盛り上がっちゃったわけわからんみたいになってるから、ね。Oh shit! Why is he fighting disrespectfully though? ベノムスーツ人気ですよね、やっぱり。Yo, this hut is fire. すごいね。Yo, this hut is fire.これはブロックがすごいね。Yo, Sparta kicking! This is crazy! Yo, bro, look at this! Oh my god! そしてバーン！いや、いいね。いいゲームプレイ撮ったよね、これ。そしてちょっと落ち着いて。That suit's sick.このスーツはやばいって話だよね。Switch to Miles? Switch to Miles できんのって話だよね。マイルも出てきたって感じだよね。やったぜ。This is hard. Let the damn. これ気持ちよさそうだよね。Look how beautiful this fucking looks. すごい。Look how. 大興奮。めちゃくちゃ盛り上がってるよね。いやもう最高ですよね。これ本当は素晴らしいね。本当素晴らしいゲームプレイの。